にちは、ポンちゃんです。諸君ごきげんよう、太郎学科です。いやもう暑いね、もうね、暑い暑いですよ。今日はね、今日あの本編に行く前にですね、はい、一個謝罪、ああじゃあ訂正とお詫び、訂正とお詫び、そうね、そうね、していただきます。以前何日か前にレビューをした、はい、あの競馬ライト2019の、はい、メーカーなんですけど、はい、スボエメストさんはね、はい、すみません、ドイツでした。ロシアではなかった。あ、大変失礼しました。まあ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 、ね、会社の所在はやっぱドイツだった。ああなるほどね。敵ロシアだった、ずっと。うーん、なので大変失礼いたしました。ちょっと今後はちょっと調査不足でしたんで、はい、調査をしてからレビューに臨みたいと思います。ご視聴ください。すいません、職員誠に申し訳ないと思っている。珍しいですね。はい、というわけで今回はなんと、はい、我々にもついにですよ、はい、あの超有名海外ベイプサイト、もう一回言ってみて、超有名海外ベイプ通販サイトヘルスキャビンさんからご提供いただきました、はい、あの HC から、 HC さんからついにハードコア、あ違うよヘルスキャビンさんからいただきまして、お、今回はですね、こちらあのアスパイアのね、はい、それ新しいものじゃないんだよ。まあそれはちょっと後々説明なんですけど、はい、まずはお礼を、はい、誠にありがとうございます。ありがとうございますいやまあついに来たなと、ここまで。そうだね。いや俺もだってここ公園さ、ヘルスキャビンっていうロゴを出せるわけでしょ、これ。ああそう、ようやくようやくついにやっと出せる、やっと出せるね、やっと出せる、いやね、ロゴね、いやそのロゴようやく出せる。500人しかいないよね、うち。なんでだ、わからん本当にありがとうございます。ものすごい嬉しいよね。嬉しい、なんかこう一つのステップじゃないかな。そう、まあでも正直最初はもう騙されてんじゃねえかと思って、うん、あれこれは本物かとも思ったけどもね。今回はね、このアスパイアのゼロス 50W キット、はいはい、これね、あの古いのよ結構。多分もう結構前に出てて、今更感はあるんだけども、はい、あえてね、はい、あのヘルスキャミンさんがね、うん、どれやるって聞いてくれたの。おどれでもいいのってなって、うん、まあまあこれとこれちょっとダメだけど、まだ大丈夫だよって言ってくれて。でもあれだね、意外に太っ腹だよ、ね、そうなのでどれがいいかなってすごい悩んだんだけど、はい、あえてちょっと古いんだけど、古くはないか、まあ現行だからね、うん、ちょっと前に発売されたこのね、アスパイアのゼロスにしたのよ。でこれ理由があって、うん、これね、あのノーチラスタンクがついてて、今 22mm のアトマイザーがついてるんですよ、うんうん、でなんか最近さ、うん、ちょっと 22mm のアトマイザーとか 22mm のチューブがさ、はい、またちょっとこうちょっといいな、まだ人気が出てきてるでしょ、はい、22mm 勢が勢いあるよね。そうそうそう、だからちょうどいいなと思ってて、はい、あのノーチラスタンクって、まあ、すげえ定評あるじゃん、昔からもううまいうまいよって言われてて、うん、そうね、そうね、でそれも一緒に紹介できるし、うん、まあ、もっともね、あの本当にこれからベイプ始めようかなっていう人にもちょうどいいし、はい、いいんじゃないかなと思って、あえてこれをね選びました。なるほど、はい、そんなわけでじゃあちょっと手元で詳しく見ていきましょう。はい、手元へ参ります。いってらっしゃい。はい、というわけで手元にやってきたわよ。いらっしゃい。かぶっちゃう今日はこちらバッカー言うんじゃないよもう今言わなかったのに俺。はい、というわけで早速ですけど、パッケージはまあまあアスパイアさんらしいですね、うん、裏にいろいろ書いてます。あ、お内容物、まあ後で紹介しましょう。開けましょう。オープン。いいよ。赤い。これね、色もね、はい、映える色にしてって言ったの。バリエーションが黒とグレーと赤なのよ。3色、ね、まあこんな感じ。はい、ピッてね、うん、こんな感じ。おおすごい、黒いいね、黒。いやグレーいいよ、グレーもいい感じよ。どれも選びがね、うん、でまあ一番まあ何か動画的にはさ、こう明るい方がいいかなと思って ね、まあ普通のこのテクニカルモッドね、普通のって言ったら失礼かな、よくある、よくあるテクニカルモッドと、これがね、まあ、人気の、変わらず人気のノーチラスね。この見た目はまあ好みが分かれるんだろうけどね、この丸いやつ。そうですね、でもね、まあ変わってていいかなと思った。
ではちょっと内容物軽く見ていきましょう。マニュアル、ユーザーマニュアル、これ日本語は確かなかったね。英語もこんだけペラペラ。ユーザーマニュアルとワランティーと、よいしょ、あとはこうやってリキッドを入れるんすよっていう紙ね。これね、リキッド入れるのちょっと変わってる。あ、そうなの。うん、なんか変な感じ。と、うん、オーリングいっぱいと USB の充電ね。これ B かな、マイクロ B かな、普通の USB と替えのガラスタンクと、あとねこのドリップチップね、このプラスチックかな、これはデルリンかな、これもともと入ってるのこれ金属なんだよね、はい。でまあ替え用がついて、今スコイチマルだね。であとは予備のコイルね、これコイルね2種類ついてて 0.7 オームだったかな、 0.7 オームのコイルと 1.8 オームがついてます。 1.8? そうそう、まあ MTL だよね本当に。そうだね。で今これはね 0.7 が最初からついていて、替えのやつが 1.8 オームとついています。こんなもんですね。以上です。でね、早速ですけど、はい、アトマイザーからいこうかなと思います。はい、アトマイザーを説明して、はい、リキッド入れて染み込んでる間でこっちやりましょうと。なるほど、よくない。うん、ただね、まあ、このもう一回俺吸ってるから、まあ別にそれしなくてもいいんだよ本当はね、本当はしなくてもいいんだけどまあ一応やりましょうと。はい、はい、これが510です。このねドリッチいいよ結構。それね、うん、俺我が輩持ってる。我が輩もそれは一個持ってる。いいよね。え、あ、これ持ってんの。うん、ドリッチだけ。ドリッチだけ、うん、ドリッチだけ持ってる。ドリッチだけ売ってるんだよねそれ。あ、そうなの。そう、なるほど。 MTL 用になんかいいのくれよって言ったらそれが出てきた。ほう、いいですね。で、まあ、ここにエアフローがあって、こう5つ、5段階。いや、このカメラすげえな、ほんと。カメラ褒めて。いつかこのカメラもレビューしてやる。でもね、ちょっとまだ使い込んでないからさ、まだいいとこ悪いとこ分かんない。これね、この、まあ、結構スムーズだね。まあ、いい感じ。うん、いい感じに回る。スムーズ。で、裏こんな感じ。まあ、クリアロですから、はい、ハイブリッドはやめましょうねと。でも結構しっかりしてるけどね、まあ、ハイブリッド危ないよと。こんな感じです。開けましょうね。これね、開けるとさ、もう普通のといきなり違うのよ。見た目から。あ、こんなの。えってなるでしょ。えだよね、これね。そう。そうなんだよ。こうなってんのよ。へえ。だからリキッドはここから入れてあげれないといけなくて、うん、つまりコイル交換はリキッドがない状態じゃできないよね。ああ、そういうことね。うん、でこれ外れる、ね。はい、これが 0.7 オームのコイルが今ついていますと。はい、こんな感じで、へえ。まあまあ、でもやっぱね、このコイルがまあ評判いいじゃないですか。はい、そう、そもそもね、そうね、この前やった AIO もさ、これが入ってるから、うんうん、ちっちゃいやつね。あれね。そうそう。で今は 0.7 をとりあえず一旦 0.7、 あ、どうしようかな、 1.8 入れちゃおうか。 1.8、 そう、これもう締め込んでるから、うん、締め込んでる、染み込んだんだから、これは染みた、締めた、締めたじゃん、締めた、締めたさん、ごめんなさいね。勝手に使うっていう。なんでこっちに 1.8 オーム入れてみましょうか。これね、まだ新品なの。うん、まだね、俺も 1.8 はこれが初初物。じゃあ今日はねこれ入れましょう、カマロサ入れましょうか。で、まあ、相変わらずいつもの儀式をねやらなきゃいけないわけだよ。ああ、この、ね、この儀式ね。そう、このカメラ越しにね。よっ、はいはい、カメラの画面を見ながらやってみる、まあまあ、カメラの画面を見ながらやるわ。ちょっとやってみて。失敗しそうだね。ほら、はい、入ってる、これ全然違うとこじゃん。ああ、もうこれもう上からはちょっとね、ちょっといっちゃう、これ。あ、はい、こうしてこのガラスを戻して開けるといいね。で、ここに入れていくんだよね。周りに。そうそう。おお、いいね、いいね。これ取りやすいね。まんま入れなくてもいいかな。こんなもんかな。あ、いいね。入れてみました。で、
これを上からかぶして締めると。これまたね、これ締めたと。ん？ん？ちゃんとしっかりね、はい、こんな風になります。あんまり見えない。ん？入ってるのがあんまり見えない。いやいやいや、超入ってるからもう、ほらほら、ほら、あー、本当だね。これちょっと置いときましょう。はい、置いてきます。でその間にですよ、締め込んでる、染み込んでる間にこれをやっていきましょうか。これね、元側なんだけど、まあ最大出力は 50W でね、重さがね、ちょっと測ってみたんだけど、はい、120g 弱だったね。でね、これ1個だけね、はい、他と違うとこあって、はい、なんかリチウムポリマーバッテリーなんですよ。あ、リポバッテリ ー、いわゆるリポバッテリーっていうのはドローンとか、はいはい、エアガンとか、はい、ラジコンとかに使われるやつなので、はい、そういう意味ではこれね、俺実は開けたのね、これ中どうなってるのかなと思って。開けたの、うん、開けたったら、20600のリポバッテリーがここに入ってました。はい、写真はこちら、はい、こんな感じ。まあ見たからなんだって話だけど、あのね、普通に18650がちょっとでかくなってるやつが中に入ってて、うん。で、色がね、この質感、このカメラなら伝わるだろう、マットな感じで、これはアルマイトです、うん、確かバイクパーツによくあるんですね、うん、で色はまあちょっと明るめの赤だね。これもっと暗めでもよかったかも。塗っちゃおう。今から。で、大きさはここはね 23mm ね、これは22なんだけど、はい、ここはね 23mm ある。23mm で 38mm、アトマイザーを入れるとこれがこうなっちゃうと、これが 128mm かな、うんうん、でアトマイザーはね、これがこっからここまでで 53mm なのよ。長いの？長くね。あ、まあまあスレッドも入ってて、だからね、一応これ公式のやつで、なので、どれぐらいで、ね、大きさちょっと測ってみますか。よいしょ、うん、79だね。高さが約8センチ弱ぐらい、79ミリあります。まあ普段使いにいいよね。ちょうどいい大きさ。うん、そうで、中のリポバッテリーは2500mAh なんで、結構持つよこれ。1日余裕でしょ。余裕だね。1.8 だっけ？1.7 だっけ？まあ、0.7 か 1.8 か。0.7 か 1.8。で、どっちでも1日持ちそう。全然持つ、ね。うん。そんな感じだった。で充電は1アンペアで充電ね、一応ね、はい、はい、こんな感じですね。もっとね、あとじゃあちょっと電源入れようか。ファイブクリックで、これね面白くて、はい、ほら、お、ほら、おお、はい、すごい賢いで、これが嫌だっていう人もいるかもね、まあ、チカ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 めんどくさいなってうるさいなっていう人もいるかもしれないけど、まあ、あんまり俺は気にしないかな、気にならなかったね。むしろ親切、うん、で、もう5回押すとロックになるでしょ。でこれね、電源は切れてないんだって、これ。ああ、そうで、ここで長押しするの、そうするとシステムオフ、これで電源オフと切れる、はい、なるほど。まあここはしなくていいのかな、まあ、で今18.で、これがまあ、あのワットですね、変更とか。ちなみにそのロック、うん、ロックになるじゃん、うん、ロックから解除するときがまたファイブクリック、うん、なるほど。なんでまあシステムオフにしなくてもいいのかなっていう気はするけど、うん、どうだろうね。まあリポバッテリーなんで、リポバッテリーって全部 0% になっちゃうと復活しないじゃない、うんうん、あのこの前のアナーキスト復活させたあれがまさにそういう感じだからね、はいはい、あ、多分電源を切ってほしくない。いやそんなことはないな。切った方がいいのか、切った方がいいんだね。電源を切った方がまあなんか長期保管とかするときはそうしろってことなのかな、うん、そんな風に思いますね。はい、でよいしょ、でですよ、この2つ同時にプラスとマイナス同時に押すと、ほっ、長押しだね。長押しをすると、これであのワットとか VV モードバイパス TCNI とかね、これで変えられると。これで決定とパフボタンで決定しますよと。これと、プラスボタンとパフボタンを長押しをすると、ここのロックね、
ワット数が変えられないとか、はい、変えられこうなりますよと。で、1回解除しますせと。でね、温度管理モードの場合はこのマイナスとプラスを長押しをするとこのワット数が変えられると。おお、ね、こんな風になっています。はい、操作はねこれぐらいかな。もうこれぐらいですね。あんまりないんだね実はね。シンプル、シンプル、うん、とてもシンプルです。で VV モードがあるので、うん、それがいいなっていう人もいるかもしれない。俺はあんま使わないけど、うん、VW は使ってるけど、はい、そんな感じですね、うん、でもねこれ編集しちゃうんで、はい、気がつくと頭が乗ってるって映像に多分なってるこれ。いや、うん、まあいいか以上ですね。あんまり喋ることなかった。いやいいんじゃないちょうどいいんじゃないか。じゃあちょっと吸ってみますかね。では早速、まあもういいでしょう。もうねこれカメラ回って今18分経つんでもうねいい感じに染み込んでるからその情報いるか吸ってみましょう。じゃあ引きのカメラに戻します。はい、どうぞ。はい、手元にじゃない、間違えた引きに戻りました。よっ、お帰り。ただいま。今 1.8 オームのコイルがあって、はい、今ね16ワットぐらいにしましょうかね。16ワットで、中にこれカモロサが入ってます。で、エアフローをとりあえず全開にしてみるか。全開から。全開 15W、1.82 オーム。はい、 1.82 で 16W、まあ、こんなもんかな。うん、あのね、はい、意外なのは DL がうまい意外なの今でも全開で結構あれだね、MTL のさ、イメージがあるじゃん、オーチャスは。うん、なんだけど、全然重めの DL として全然吸える感じだね。まあでもこれぐらいかな。そのミストリーはこんなもんだね、まあ、1.8 だから。で、まあ、肝心な味なんですけど、はい、DL で吸うと、まあこれミスト量多いじゃん、入ってるのミスト量が多いんで、はい、でそれなりに結構出る、うん、でちょっと絞るね、はい、2つ開けぐらいにしてみますよ一旦ね、うん、ここまで来るとここまで来るともうほぼほぼあの MTL なんだけど、はい、ね、味の濃さはねそんなに変わんないかなって気がした。あの前回で DL ってやつの時と MTL はただ今入ってるリキッドがさ、カマロサが入ってる、はい、カマロサ多分知らない方いると思うんでちょっと言うと、いちごとココナッツなんで、まあ、フルーツ系というよりはどっちかっていうとお菓子系にちょっと近いんだよこれ、はい、なので多分ねこのアトマイザーはフルーツ系の方が合うような気がする。ああ、なるほどね。あの白ぶどうとかね、うん、すっきり爽やか系、モヒートとかね、モヒート、うん、そういう方が合うのかなっていう気はちょっとしたね。となるとコーヒークリームはちょっとかな。あ、言っちゃったね言っちゃった。もう忖度だね忖度だ。あ、モヒートだね。モヒート、もうモヒートうまそうだね。うん、でもね多分これは正直すげえ味が出るっていうわけじゃないけど、はい、でも十分だね。あ、うん、あの昔そのベイプを始めた頃を思い出す味。ああ、そう、わかる。そう、わかるわかる。わかる。あの感じよ。そう、ちょっと懐かしい感じ、ね。そう、する。うん。なんで、まああの原点2回のもいいなと思ったね。で、あの今これ 1.84 の、はい、もう完全に前の MTL 用のやつなんだけど、うん、0.7 が付属してるわけ。はい、まあ正確に言うと 1.8 が付属してて 0.7 が入ってたよね。うん、で 0.7 の方は。の方が味出る気がするね。あの特に不満がなかったのよ。これ届いて2週間ぐらい経つんだけど、うん、2週間ずっと使ってたのね、はい、お家で、まあ、どんなもんかなと思って使ってたんだけど、うん、基本ね、その 0.7 をずっと吸っちゃってたから、うん、十分だなって思ってた、うん、あれで。で、コイルはね実はいっぱいあって、はい、これ付属は 0.7 と 0.8 が入ってるんだけど、はい、これ以外にもさ、あのトリトンシリーズってあるの、アスパイアの。あ、はいはい、あれ、あのコイルも使えるらしいっていうのと、あとは
そもそもこのアスパイアのノーチラスコイルっていっぱいあるんだよね、はい、このノーチラス2タンクなんだけど、はい、まあ基本何でも使えますよと、ノーチラスシリーズであれば使えるよと。そのいっぱいっていうのは抵抗値がいっぱいある、うん、1.6 とか、あ、細かく、そう、あ、でもね、俺が見たやつは 0.7、1.8、1.6 だったね。で 1.6 と 1.8 の違いってあんのって気がするけど、うん、あとはね、あの使用用ね、うん、なるほどね、はい、とかのもあると。 NS 使用、そうそうそう、 NS 用のねやつがあるんで、まあ、うん、多分ねこれはそれでもいいと思う。あんまり詳しくは言わないですけど、まあまあまあ、そういうのが好きな方はこれはもうそれ専用で持っててもいいんじゃないって気がする、うん、いいよ、とてもいい。でこのさ22でこのセットはさ赤と黒とグレーで、これも赤と黒とグレーなのよ、うん、はい、なんだけどあのノーチラスタンクだけはさそれは別で売ってて、うん、それこそあのシルバーの、はいはいはい、表面じゃないけど、うん、つるっとしたやつとかあるから、だからそうあるから、あの今流行りのさ、はい、タコ棒とかさ、あ、はい、受けてもいいんじゃない？ああ、まあ、ね、でもタコ棒もさ、24、あれ24か、24だね。あ、失礼しました。でも悪くないじゃん。あとあれか、俺が使ってるあのモッド101、あ、101、モッド101なんかにもいいし、プリントも使えるね。プリントも使えるよね。プリントなんかいいんじゃない？これ。プリントいいかもしれないね。うん、まあそんな風にね、使えると乗せてみる、乗っけてみる、プリントをちょっと黒いけど、うん、22同士でね、22同士でアスパイア VS ギークベイブだね、これ色はあれだけども、いやいやいや、まあまあ悪くない、まあまあまあ、まあ、よくないですか、なかなかいい、あ、違った、なかなかいい、なかなか良いよ、これは。もうちょっとゲップ出ちゃったその報告いる？あ、いいじゃん。で、そうだ、あれだよね。1.0 以上じゃないと動かないんだよね。そう。で、これは普通に動くね。うん。まあ、でもじゃあ 0.7 の超えだと動かないと。0.7 だとこれは動かない。そうだね。そうだね。うん、あ、要注意だね、それ。それは要注意。動かないじゃねえかってなって。いいね。こういう使い方もできますよ。ああ、悪くない。お、絵的には。悪くない。ここに黒いの乗っけたらもう勝手にコラボさせるってね、他メーカーを。というわけで、まあいろいろねベープをやってきて、まあ、我々みたいにねいろんなものを買い漁り、はい、もう次どうしようかなっていう方はね、一旦ここでこうなんか原点に帰るじゃないけど。いいんじゃないかなと思います、ね、はい、そんなわけでいかがでしたでしょうか。今回はヘルスキャビンさんから、あ、違う、今回はついにヘルスキャビンさんからご提供いただきましたアスパイアのゼロス 50W キットをレビューしてみました。まあ、もしねご興味がある方は一応概要欄に貼れるのかな、多分大丈夫だと思うんだよな。ヘルスキャビンさんのリンクを貼ってもいいんじゃない。だよね、うん、なのであのヘルスキャビンさんのねリンクを下に貼っておきます。これ言ってみたかったよねはい、そんなわけでご視聴ありがとうございました。また次回もお願いします。